日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。衆議院文部科学委員長。学校法人大谷学園評議員。学校法人高科女子学園評議員。学校法人大阪聖徳学園理事。学校法人、藤田学園理事。学校法人、木村学園理事。社会福祉法人聖徳園理事。旧ワイト、社団法人大阪青年会議所副理事長。 防衛大臣政務官、防衛副大臣兼内閣府副大臣、内閣府副大臣、衆議院安全保障委員長、自由民主党大阪府連会長などを歴任した、政治家の佐藤恵の娘婿となり、恵の秘書となった。また、佐藤家が創始した大谷学園など、新州大屋派系列の学校法人の役職を務めた。その後、2000年に、 衆議院議員に初当選した。第2次、安倍内閣では、防衛大臣政務官。第2次、安倍改造内閣では、防衛副大臣に加えて、内閣府副大臣を兼任した。第4次、安倍改造内閣では、内閣府副大臣政策、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、公正取引委員会に関する事務などの担当に任命された。 福井県堺郡生まれ、福井県立高師高等学校、福井大学工学部卒業。大学卒業後、聖錬に入社し、在職中に結婚。妻の父は、衆議院議員の佐藤恵であり、結婚を機に、佐藤聖に改め、向こ入りする。1979年、聖錬を退職し、以後義父である佐藤恵の公設第一秘書を務める。 佐藤恵の閣僚就任の度、大臣秘書官を務め、佐藤恵が自由民主党を離党し新政党の決闘に参加した際は、自らもこれに従った。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、新進党から比例近畿ブロック単独で出馬したが、落選。その後、岐阜佐藤恵の自民党副党に伴い、自身も、 自民党の党籍を回復する。佐藤恵の政界引退により、選出選挙区であった大阪2区の地盤を継承。2000年の第42回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪2区から出馬し、日本共産党の石井育子らを破り初当選した。初当選後、高知会に入会する。2003年の第43回衆議院議員総選挙でも、 大阪2区で再選。2005年の郵政国会では、大阪府選出の自民党所属議員で唯一、郵政民営化に反対。郵政民営化関連6法案の衆議院本会議における採決では、党の賛成方針に増反し、反対票を投じた。その後、郵政民営化法案は参議院で否決され、小泉純一郎首相は衆議院を解散する。 解散後、佐藤は自民党本部に対し弁明書を提出した上で、選挙後の国会に郵政民営化関連6法案が再提出されれば賛成する姿勢を示し、自民党大阪府連もこれを受けて、佐藤の公認を自民党本部に対して申請したが、結局公認を得られず、自民党は大阪2区に川城市下を擁立。第十四回衆議院議員総選挙には、 無所属で大阪2区から出馬したが、川上に2530票差で敗れ、落選した。落選後は、朝夕、選挙区の駅前で街頭演説を行い、第45回衆議院議員総選挙への出馬に向けた準備を進めていたが、前回の総選挙によって生じた大阪2区の保守、分裂状態は解消されず、2009年の第45回衆議院議員総選挙においても、 無所属の佐藤、自民党の川上が大阪2区から出馬。佐藤は前回に比べ約1400票を上積みしたが、川城は大幅に得票数を下げ、いずれも民主党新人の萩原人氏に敗北した。その後2010年12月に自民党党記委員会で佐藤の復党が了承され、復党。2012年の第46回衆議院議総選挙では、 自民党の公認を受けて、大阪2区から出馬し、日本維新の会新人の林原ゆか、民主党から、日本未来の党へ倶楽井した前職の萩原、無所属で出馬した現職の川城らを破り、7年ぶりに、国政に復帰した。選挙後に発足した第二次、安倍内閣において、防衛大臣政務官に任命され、2013年9月まで、務める。同年10月より、 自民党国防部会長。2014年9月4日、第2次、安倍改造内閣で、防衛副大臣に任命され、同月26日には、内閣府副大臣に任命された。2017年12月、自由民主党大阪府支部連合会会長に就任。2018年10月4日、第4次、安倍改造内閣で、内閣府副大臣政策。 知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、厚生取引委員会に関する事務などの担当に任命された。2019年5月に前月の第19回統一地方選挙の一環として行われた大阪府知事、市長選挙や衆議院大阪府第12区補欠選挙などの一連の選挙での敗北を受け、不連会長を辞任した。 2020年10月、衆議院文部科学委員長に就任。文会委員長としては、公立小学校の学級の人数を40人から35人に引き下げる、公立義務教育所学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の成立などに関わった。偽装祖父の佐藤良州は、新州大屋派の僧侶であり、 大谷学園を創立した。義祖父の佐藤義明は、衆議院議員、参議院議員を務め、防衛庁長官や大阪府知事などを歴任した。義明の妻である佐藤一久子は、領収の創始した大谷学園の理事長を務めた。学府の佐藤恵も衆議院議員を務め、郵政大臣、法務大臣、国土庁長官などを歴任した。恵の弟である、 河野博士は河野薬品の社長を務め、同じく恵みの弟である佐藤勤は日本放送協会大阪放送局の局長や光化女子学園の理事を務めた。恵みの長男である佐藤和義は大谷学園の理事長を務める。ありがとうございます。